はい、こんばんは、速稼塾の久保です。23時29分に相場解説をさせていただくんですけども、これがねちょっと遡って20時17分のチャートなんですよね。これドル円の1時間です。で、今いつものように印をつけてますよね。力点が2つあります。これがどういうことかというと、今度この力点に乗った時に跳ね返って上に行けば買いでエントリーね、で突き破って下に行ったら売りでエントリーというこの線です。これ私がいつもよく出すやつですよね。で、20時17分から、まあ、3時間ほど経ってね、どうなったのかってことをお見せしますね。まあ、こういうふうになったわけですよ。じゃあちょっとね、力点を線で引いてみましょうか。これですね、これゾーン。ゾーンを超えたら大きく売りに入っています。まあ、こういった形でね、ゾーンっていうのを作っていく、力点っていうのを測っていくっていうものをされてはいかがかなと思いますよね。はい。まずは、ここにね、1個目の N がありましたよね。1個目の N。どれだ?これか。1個目の N があって、ここが大きな力点になってるわけなんですよ。で、次が、こういうふう、すいません。こういうふうに下がっていったよと。で、N をね、書くと思ったら書かなかったんですよ。だからちょっとね、ふてくされたんですけども、第3段階でここ終わったらね、大きく下に行くよと、大きく下に行くよということだったんですけども、おかげさまでね、大きく下に突き抜けることができました。はい。災い転じて福となすじゃないですけどもね、やっぱ腐らずにやっとくもんですね。ちょっと深夜になりましたけども、本日もありがとうございました。また明日よろしくお願いします。